はい、今回はこちらプレミアムツムを使ってツムを合計800個消そうからスタートしていきます。中国四国ツムから、ね、頑張っていきましょう。はい、トリトンあたりを使っていこうかな。まだ合計なのでね、大丈夫だと思いますが、プレミアムツムを使うっていうところだけがポイントになっています。むしろプレミアムツムが安いので、全然使スコア的にはね、行ったんだけど今一歩足りなかった。あと一回スキル発動できたらな。野獣とかベルとかもうちょっとこう範囲が広いものを使えばよかったですね。まあ仕方ない。じゃあ今度誰を使うかな。してくれるらしいです。2種類you
こちらひとふりで6回フィーバー使用、フィーバーツリーを使っていきます。はい、フィーバーできるのは幹木がたくさんあったかな。そろそろ使おうかな。これじゃない。はい、ファンタスミックミッキーを使っていきます。でフィーバーかけようかなって思ったんだけど間に合いませんでした。クリアできてよかったです。はい、続いてはなんだ、ひとプレイでスキルを4回使おう。4回だったらいけるんじゃないかな。誰にしようかな。レベル1のヘラクレスがいる。横ラインだったら大丈夫かな。ちょっと後半になると使えなそうな粒なんで、ここで使っておきましょう。横ラインは使えるけど、まだね、レベルも低いですし。メリは、どうかな。
ないのでハデスでやってみましょう。クロスだけど、132枚コインを稼げました。はい、そしてスリーのマスがフォトスポットになります。30個。おー、このご当地アイテムはちょっとずつちょっとずつ大変になってきてる。1回3回ぐらいでクリアできるようにしていきたいなと思います。どうしよう、デストルーパーだとあるかな。 SS2 だ。最終的に今回はちょっとミッキーでクリアしたいなと思っているので、それ以外を使っていきます。1回目はシンバ。レでしょうか。14個。いいんじゃないかな。結構消せた。
では、ですね、予想外に楽しくて全部消しちゃうとこでした。危ない危ない。これは予想以上に良かったですか。スキル1であそこまで消してくれるとは思いませんでした。はい、じゃあミッキーでお姫様のミニーと並べておきたい感じのものを選んでいこうかなと思ったけど、いないかな。
チマスです。残り8マス、まずは1プレイで400 EXP 稼ごうなんですが、どうしようかな。ここまででいいかな。ちょっと次回に長くなりますが、今回はこちらでギリよくおしまいにしたいと思います。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。次回も頑張っていくので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。